欲しいものとかある？メロンパン。デザート。あー、そう、有名。わかるわかる。だから今日は2チームに分かれて、お土産を買い合いっこしようと思って。わー、オッケー。頭いいなー。期待していますよ。期待してる。信じて。シリたちも信じてる。行こう。行きましょう。行こう。行きましょう。雷門って言うんだよ。雷門。に分かれて、お土産ショッピング行こう。こうしようか。あ、こうしようか。こうしようか。ゴー。バイバイ。バイバイ。じゃーん。お財布もらいました。来ましたー。これで買い物しましょう。はい、あ、しましょう。1万円もあるよ。一回ちょっと浅草っぽいから見てみに行きたいと思います。浅草っぽい。ちょっと入ろう。入ろう入ろう。こんにちは。これは、あ、これイビョクチェ。入浴剤。いいじゃん。巣もしてる。ね。あ、こっち涼しい。塩なさんよりは。おあ、いい。かわいい。やばいやばい。ね、これ買おうよ。これ買おう買おう。かわいい。これ、何の必要？これは、芯や、芯。芯？芯ケリトル。あー、ベスバミね。エビスさん、エビスさん。バスボン。めちゃくちゃかわいい。どう？ヨニちゃんが好き。そうだよね。お風呂入るよね、ヨニ。あ、그러네。ヨニヨニ좋아할것같은데。これは、あ、可愛い。赤ちゃんみたいね。トイちゃんなんでここにいますか。いや、トイちゃんじゃない。似てない似てない。似てない。え、可愛い。どうする？どうする？お土産に。とりあえずいろんなお店行ってみようか。うん、行ってみようか。うん、じゃあ次行こう。てか美味しそうな匂いは何この？どこ？本当？あ、なんだろう、浴衣の靴じゃん。浴衣の靴って何て言うんですか。でもお腹空いた。下駄かわいい。下駄かわいいね。あ、こっち。こんにちは。え、これジュリちゃんが好きだ。ベスバンじゃない。そう。え、ありがとうございます。あ、そうです。ケチだ。ケチだ。ケチだ。こんにちは。嬉しい。嬉しいです。ありがとう。そうですか。思い出。思い出が。いや、いこれ、노란색좋아、냄새。これ、匂い好き。お、ちょっと、こうやって。これがあるから。ああ。いこ、いいでしょ。な、いこ、무슨향수、향수맡아본적있는데。え、どうしよう。中身が4種類ありまして。ああ。今、夏はさっぱりタイプの、この水まりというハンドクリーム。ああ。はい、これ手で。あ、いいですか。もちろんです。好きそう？あ、ヨネ好き、これ。あ、これ？いい。弱くて。いや、これ好き。プレゼントよりは私が買いたいです。ヨネ買いたいの。私も買いたいよ。初月さん、匂いですか、これ？種類は、誕生日の匂い。そうです。匂いは4種類から選べて、デザインが360度。あ、300デザインがあります。360度。じゃあソイは8月、8月の何だろう、14どっちだ。綺麗。そして4月29。これだよね。いや、これ全部ハンドクリームでしょ。あ、지금これでしょ。これ誕生日の中から。いいと思う。お願いします。はい、満足。はい、ありがとうございます。じゃあ一旦これで、これでやる。ケース、どこに行くんですか。ありがとうございます。언니한테맡겨。大丈夫、末っ子だから、このチームで。はい、はい、します。あ、そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、持ってく。언니、うまいうまい。こだって、あ、ありがとう。これいいからクリーム買って。あと、あ、ソフィーやばいよこれ。ひんやりみたらし団子だって。えー、美味しそう。絶対美味しい。食べる？美味しそうです。じゃあ一つ買って。はい、一つヒッツヒッツレ。大丈夫だよ、食べてみます。うん、おいしい。もちもち。うん、あ、おいしい。おいしい。やばい。よかった。みたらし団子オタク。マジでおいしい。ありがとうございます。満足。うん、ありがとうございました。ありがとうございます。
私買いたいのをよく考えなくて来たらもうやばい、私たい、うわえ、なにびっくりした。犬くじですか。いげなん、いげぼやこれ、知ったらこれじゃない、なんかこうやってするかな。1と2と32と4まず1枚から。はい、제일운좋은사람バイバイボーバイバイボー。お、ぼや、もじバイバイボーバイバイボー。お、ぼや、お언니가쳤다언니가훨씬축하해요고와고와오에노다시오에노그래하이오케이연이가이제젠젠젠젠젠젠젠できないか연이できないんだけどできないさ来ない来ない왔다왔다왔다来た来た아ちょっとちょっとこれこれこれせーの、じゃん、あ、3位か。あ、3位。3位のちょっとデザインの下下。あ、でもかわいい。でもかわいいな。でもかわいい。ありがとうございます。ソイちゃん、これソイ、ソイあげよ。ソイに、ソイ。かわいいな、本当に。めっちゃ好きやな。ソイちゃん。名前は何ですか？ソイちゃんです。ソイちゃん？名前はソイちゃん？ソイちゃん。ソイちゃん。暑くない？暑くない？お姉ちゃんたちがちょっとお腹空いたですか？お箸だってよ。いや綺麗。可愛くないこれ。持って韓国に行きたい。これ行こう。うん。これ買う。これ買う買う。絶対買う。めっちゃ綺麗。私の好み。これさ6本買わない？6人分。量で使おう。うん。綺麗。どれがいいかな。あ、こんにちは。お箸をお土産に買いたいんですけど。すごくいいと思います。私も箸で自分で買わないからすごく。確かにそうですよね。ちょっと赤いこれ好きだよねと思ってた。本当、うん、これにしよう。これがいい。これはい、どうぞ。どうスユンスユンと似てる。ダヒョンはダヒョン、ダヒョンは自分が選んで。あ、オッケー。え、ソヒどうする？ユンギョンちゃん、スユンピンクにしたい。ユンギョン白は私これ。本当？じゃあソヒだよ。あの、私はこれめっちゃ可愛いけど。可愛いよね。可愛い可愛い。買うか。あ、決めた決めた。はい、これメンバーでお箸をみんなの買ったよ。選びました。まだ買ってないか。あー子供。あー子供よ。そうだ子供だね、これ。あー二人用だよ。いや子供ではない、二人用だよこれ。成人だよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。浅草竹屋さん、イエー、ありがとう。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い。ちょっとここ外で写真撮ろう。なんか食べよう。マジで。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。何ですかこれ。デバ。団子？団子ですか。団子じゃない。団子。柿。抹茶？抹茶になります。あ、抹茶。抹茶とこれは団子。団子です。そしたら団子一個と団子一個。一個。わあ、いいねいいね。これ私、いや、美味しいぞ。これちょっと自撮りしとろよ。デバ、真っ赤。オッケー。いい、食べよう。食べよう食べよう。食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。ええ、気をつけて。美味しい。もう真っ赤まいそう。これが本当だ。これが本当だ。これが本当の団子。これが本当。なんかソイが好きと好きな。コンビニで食べ物食べるの気をつけてね。ね。これが本当だよ。うま。真っ赤まいち。真っ赤まいちだにか。真っ赤まいち。ソイが好きやん。これ。これちょっと買って。ラムネしよう。ラムネ。あ、ラムネがある。ラムネ。こんにちは。こんにちは。見ていいですか。窓見てください。ブルーハワイ。行こう、ここし。ブルーハワイ。めっちゃ冷たくて気持ち入りたい。入りたい。入ろう。入りたい。私オリジナル。それオリジナルか。ソヒは？私なんなん？
今日ブルーハワイ말씀드리죠아그래나피츠마셔봐ブルーのハワイあありがとうございますあとピーチくださいありがとうまあまあはいあ押してプッシュプッシュあそれセグセグおおナイスヤッホーえーかわいいそれはダヒョンはあありがとう私のもやってせーのうわまたね、すいませんまた、また来ます、優しい愛しています愛してます乾杯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 これ末っ子です今日末っ子みたい本当に確かにこれ農団子じゃんこれ見てソニーでしょあ、それあ、ソニーでしょわかるわかるえ可愛い昨日のユンギョン昨日のユンギョン知ってますか晴れだ晴れ晴れてるてる坊主ユンギョンあえ昨日のユンギョンこれこれでしょうあの晴れになるようにはは本人スヨンこれ買いたい買いたい、うん、でも410円だから多分買ってもいいよやったなんか全部好きだからそしてはい、ありがとうございます持ってこねちゃうかこれでしょ落ちるのあーかわいいこれはい、ありがとうございますごめん、ごめん、ごめん、それは気持ちいいそれはこうよ浅草ショッピング終わりました終わりましたました中見世商店街でショッピングたくさんしたんですけどそうそう何買ったかちょっとちょっとよちょっと見せよちょっとジュリちゃんえ私たちこれめっちゃ可愛いの何何やばいよ期待して一人一人の選んだんだけどじゃーん、私たちの買ったこれにすごく買いたいって思ったんだけどあのこれヨンちゃんヨンちゃんのこれヨンちゃんかわいいでしょかわいいかわいいユンギョンありがとうジュリー見てハッシュハッシュかわいいでしょありがとうみんな似合うもの気に入る本当に気に入るみんなこれは私たちが食べたものだけど団子がめっちゃ美味しかったこれあ、本当きなこ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 ですきなこの団子かわいいうさぎだ本当に本当に美味しい美味しい後で食べよううん本当に美味しいから一緒に食べよう一緒に食べようじゃこれはねこれはね名前がロッキーというラッキー犬ちゃんだけどこれはねなんでロッキーっていうかこれちょっと待ってこれはねあの私たちがしたかったの手を入れて、なんかこれ持って見なかったけど、それの4人あーそうなのすごいじゃんラッキーだよすごい私たちの力が入っちゃうやばーラッキーちゃんがそしてね、これが一番これがメインですよただーあーかわいいな私たちがチョコレッシュ塗ってかわいいなんか選んだけどこれなんか誕生日あ、誕生日ありがとうあ、ちょこれだあ、ちょこさんリッチあ、誕生日か誕生日誕生日でえ、すごいあ、ありがとうオクトーバーえ、10月3日の誕生日ありがとうありがとうやばい誕生日じゃんよく使ってあ、浅草楽しかったね本当楽しかったねやばいよまた来たいまた来たいまた来たいまた来ますまた来ます最後見せてお箸とありがとうありがとう浅草ありがとうありがとうじゃーんせーのほいほいこんな可愛い見えるかなということでここキャンディー原宿本店に今日来たんですけど実はロケットパンチがキャンディアゴゴーさんとコラボ商品を出しててロケットパンチパックにもあったそう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 みんなグミ食べたけどどうだったグミ美味しかったチョチョのやつめっちゃ美味しかった美味しかったよね可愛かったはいなんで私とダヒョンとソヒはキャンディアゴゴーでお買い物してでユンギョンとヨニとスチューはシュガーハイにで、ショッピングするいいね、いいねショッピングして、ここでまた戻ってきて店屋を買ったのいいよ、いいよ6日です、行こうかな OK 6日ですレッツゴー行こう、行こう
行ってきますね。おお、キャンディーゴー、キャンディーゴーゴーだー。やばい、キャンディーゴーゴー、お邪魔します。キャンディーゴーゴー、行ってみよう。おお、やばい、かわいい、めっちゃかわいい、チャーリーとチョコレート工場みたいな。あ、ほんとだ。欲しい、欲しい、欲しい、これ欲しい。寮に持っていきたいね。ここにさ、ジュリーさ、こうやってやってるから、うん、入れたいの入れて。ほんと？うん。何？ドライメロン、メロン。美味しそう、美味しそう。え、ファニーブルーク入れよう。かわいい。え、ファニーじゃない、怒っている。ねね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 、ソフィーこれ入れよう。うん、ミニワッフル、ミニワッフル。へえ、本当に美味しそう。すごい、ここ全部クッキーじゃない？好き。無理。ジュリー好きだから。あ、かわいい。ジュリーの愛。うん。ジュリーが好きだからだって。日本。わかってる。日本に入れます。絶対可愛い。ねえねえ、これ人気だってよ。ダヒョン入れとけば。いやいやいや、レッツゴー。ナンバースリー。はい、これ選びました。ここにあの全部美味しいと思うんですけど、2つだけちょっと外れてきたけど、辛い辛いなんかクッキーが潜んでるので、ちょっと辛いのが苦手なヨニちゃんに、はい、食べさせたいと思います。この卵フライをジュリちゃんに、あー、そういうことか。卵ジュリちゃんに、卵ジュリちゃんにあげたいです。あった、ありがとう。あっちの買い物も楽しみにしたいと思います。はい、楽しみ。行きましょう、行こうよ。こちらです。あはははは、ハンゴー、ハンゴーだ、ハンジュク、チャッピクです。いや、ケッティもある、ハートも。じゃあ、わたあめだって、わたあめ、わたあめ、わたあめ、かわいい。パッパンもなんか、ミントチョコかな。ミントチョコ、いや、嫌だな、いや、これはね、大丈夫。ミントチョコはちょっと、これ何、え、何かわいい。やいや、いや、じゃん、これ、メンゴー、メンゴー、ちょっと一緒に6人で、うん、ユンギョン、いや、待って、なんで私だよ。あ、これユンギョンじゃん。なんか表情がなんか、なんで私ユンギョンじゃない、うちの本当にユンギョン。確かに旬は決まりました。さっき決まりました。はい、これがいいかな、似合う。あの、すいません、いい、これ自分でやってもいいですか。食べたい、遊びにもっと聞きたい。ほら、ほら、一個でいいでしょ。いいですよ。ことある、あ、食べたいこと、なんか食べてみたいことある。何、これがなんかフルーツチョコレートって。あ、そうなんだ。中に、あ、そうなんだ。フルーツホワイトチョコレートで、はい、シューはこの宇宙ふっかり、ふかり、ウジモンジにちょっとこうやってやりたいって、ゴミも買いました。ヨニョニはヨニは、シューはなんかこれなんだっけ、ジャガイモ、ジャガイモ、ポテイト、ポテイト、ポテイト、なんかバナナくんと一緒にポテトちゃんたちがあって、はい、これ可愛くて無理で、ジュンギョン、私はひまわりと、私のないけど、はい、可愛いでしょ。可愛い、これお買い物してきました。イエーイ、どうだった、楽しかった。何これ、ぬいぐるみ、これ、ね、これなんかシュが入るのは、うん、なんかぬいぐるみとか権利もいっぱいあるし、そうそうそう、世に日本でぬいぐるみ買いすぎじゃない。すごい、やばい、ダヒョン売りぬゼリー、かわいい、キャンディー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 してたやつ、あー、なんかクッキーも入ってます。なんかワッフルもある、そう、はい、何を食べよう、クッキーも、いい、美味しそう。さあ、また原宿来ようね、一緒に行こう、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 黒、来る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 来
はい、初めてです。初めて聞いた。本当に初めてです。なんかこれはワンピースみたいに、うん、なんかこうやって、うんうん、半ボネやること。確かにね、うん、なんかチマチョゴリは下と上が分かれてるけど、そうそうそう、浴衣は確かにこのワンピースの着付け、うん、着付けを初めてしたんですね、みんな。可愛い。不思議不思議。そして後ろにこれがあります。めっちゃ綺麗。ちょっと見せよう。見せよう。可愛い。可愛い。でも今日何をするか分かんない。何をしますか。何をしますか。と、あ、マル。アルジ。ミッション。わあ、ミッションが。じゃん。本当。まずは皆さんの後ろにあります。あ、後ろに宝のカマーさんで葉っぱの器作りを体験してもらいます。おーわー、早速、はい、レッツゴー。私大丈夫か。イエイ、ロケパンチ、ファイティーン。ワン、ツー、ワン、ツー。おはー、大将。センキー。お花いっぱいある。ありがとう。ありがとう。シュンじゃないよ。チャンネル、ありがとう。先生。こんにちは。こんにちは。こんにちは。指導してくださる高野先生。高野先生。よろしくお願いします。高野陽子。陽子。陽子先生。陽子。陽子先生。陽子先生。先生。すごい。お願いします。すごいすごい。行こう。すごいいっぱいある、お願いします。これはどうしましょう。今日はこんなお皿を作ってもらいます。わー、素敵です。素敵。葉っぱの器。そうです。器、葉っぱの器。ラムニ。あ、そう。やばい。これをまん丸く整えます。こうやってパンパンパンってやりながらパンパンパン、まん丸くしてください。はい、パンパンパン。パンパンパン。無理。おかしい。パンパンパン。パンパンパン。すごい丸くなっ。どうだった。よかった。よかった。なんですか。丸丸じゃないよ。はい。じゃあこれを叩いて伸ばしていくんですけど、一回私やるのを見ててください。はい。真ん中をどんどんどん叩きますね。平らになったらまた真ん中叩いて、で今度はこのくぼんだ内側を回しながら、はい、ああ、できるぞ。結構難しい。ありがとうございます。この方はめっちゃ上手じゃない。真ん中の真ん中先生ちゃ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 。薄いか。頑張って。いいです。かっ、と思い。オッケー。はい。ただ外に行って模様にしたい植物を取ってきます。わあ。取ったものをここに貼り付けるので、なるべく平らなものがいいです。はい。はい。行きましょう。うん。じゃあ行きましょう。行きます。はい。ダメ。ない。ダヒョナン。あ、虫ある。はい。何がいいかな。怖くて。これでもいいですか。これいっ、いっ、いっ、いい、虫が怖い。こうやってハート、ハート見つけちゃったよ。はい、じゃあ皆さん取ってきたものをそーっとまず乗せて模様を考えてください。はい、はい、わかりました。あー、そっか。あー、でもこうやってしてもわー、楽しい。よかったね。よかったね。よかったね。あ、浴衣。あ、いや、よかった。浴衣は浴衣。パワフルアイス。どういう感じ、これが。そしたら次やることを説明します。はい。はい、これね、これ白い泥ね。これを全体に、内側全体に塗ってください。で、白く塗って、その後貼ったものを全部剥がします、ピンセットで。おお、結構塗るんだ。うん。あ、これ、ね、葉っぱの位置が分かんなくなっちゃう。イエーイ。こんな感じで模様を描きたかった。
ネギみたいなのがネギネギでネギみたい先生できました。はい、じゃ終わりました。ラジオロデルがあったらくねや。はい、これで終了です。おー、楽しかったです。器のデザイン完成しました。葉っぱの器みんなで作ったけどどうでしたか。楽しかった。楽しかった。そうですね。めっちゃ楽しかった。ソフィはこんなの初めてなので、うんうん、とってもなんか素敵でした。素敵でした。楽しかったです。なんかお皿でなんか一人ずつの魅力っていうか、うん、自分の性格が見えることがずっと楽しかったです。楽しかったよ。今回ユンギョンがやっぱり一番綺麗な。本当？あ、本当？そのお皿が。おー、そう、めっちゃ楽しかったです。おお、何？じゃん、ミッション。ミッション。ミッション？ミッション。次は海辺の素敵な別荘を用意しました。そこに新たなプレゼントを用意しています。何だろう。海？海かな。海？海辺って書いてあるから海だね。海好き。とりあえず行ってみよう。行ってみよう。行ってみよう。行こう。行きましょう。サフィン、行こう。行きます。行きます。ね、赤トカチ。うわあ。ミッションがある。また。ミッションさん、キッチンにバーベキュー用の食材を用意しています。この食材を使ってバーベキューを始めてください。イエーイ。冷蔵庫で肉あるのかな。冷蔵庫開けてみよう。最高。あ、これさ、これこうやるやつだ。見て見て、こうやってみんなで、絶対写真撮ろう。めっちゃ撮ろう。あ、待って、フォーク。フォーク探す。ダメダメダメ。え、フォーク。フォークがない。フォーク。ここに。これも持って。これ持っていこう。とりあえず野菜持って。はい。かき氷ですか。パイナップルも持った。これチーズじゃない？かき氷なまたま。なんかチョコシロップが。うわ、これ黄金のタレ。これってかき氷じゃない？甘口、うん、オッケー、うん、かき氷、うん、かき、あとさかき氷、わさび、ほうほうほう、バーベキューしに行きます。スプーン、いい天気。あ、天気いいな。うわ、広い。もう上を不足ロケ、マジ良好だ、良好。え、てかさ、いいな。どうする？炭だれがつける？スヨンがやってもいい？うん、できる？いや、知らないけど、知らないけど、当然当然。もう一人、もう一人、もう一人、大変。あ、待って、成功。ちょっと待って、ちょっと怖いんだけど。じゃあ応援しよう。応援しよう。頑張れー。応援してます。スヨンちゃん信じています。いや、え？大丈夫？トワズロンゴバージョン？てかマジですごい。景色めちゃくちゃいい。これしないと。でか。でか。え、クマ？え、これどうやるの？これなんか入れて入れてしたらいい。パッパッチ。わかる？パッパッチ何？初めてします。頑張れ。いや怖い。すごいすごい。できる？マドレーヌみたい。うん。マドレーヌ。マドレーヌ。マドレーヌなに？ハムでしょ。はい。マクロクロスギさん。タイヤもしよう。ハトで？ケニーさん。コップが。うわ怖い。あ、読みだ、読みだ。ビニールでできる？全然なんか。これグラスだよ。え、すごい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 。うわ、うわ、うわ、うわ。え、怖わわわわわわ。怖いんだよ。気をつけて。ちょっと待って。うわ、うわ。不思議。お、すごいすごいすごい。危ないけど。パラムドロがそっか。あとは。焦げ、カリビロンゴ。夕日だ、夕日。サンセットだよ。焼肉のタレ、これ入れて。みんなが好きなやつ。好き。レッツゴー。わあ、ね、野菜、野菜、一緒
緒に。うわ、もう美味しそう。熱いのかな。あ、くんでいいよね。いや、飲むんぼけ、幸せです。本当に美味しそう。これさ、でソーセージ乗せよ。ソーセージ、あ、入った。助けた。はい、カウンでコビル飲まれた。いい、ここ。うん。じゃあソーセージ最後カッティングはじゃあいったが。うん。ハサミあるかな。カッコオッケー。うん。ちょっと待って、怖い怖い、めっ辛ー。世に消えるきゃ。世にね、風が。ちょっと待って、虫ある。熱い熱い。大丈夫大丈夫。開けて、これいいんじゃない。これインサートお願いします。うん、インサートオッケー、オッケー、行こう。よし、食べますか。かわいい。いただきます。やば、なんだ、美味しいや。いや、このソースやばい。三十で食べてみよう。うま。食べまーす。どうしよう、これ。どれ。全部食べな。うま。ちょっと。虫死んだ。虫が。私、この家は。まっぽけ食べるか。うん、今はない。수야한번들고싶은데아뜨이아뜨이요켜켜켜아이네맞아이거야바이기름다기름다야바이리크노기름다야바이스파니푸치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 스파니푸これって言ったらチキンだと思っちゃう。リニアンかき氷リン作らせよ、いったわ。うん、いい、うん、初めて初めて、これも食べたいね。うん、うん、おいしい。なになに、見ちゃった、見ちゃった。誰がかじった。あ、誰が。なんだよ、これ。うわ、うわ、ね、どうですか。食べよう。あにょー、本当に初めてだね。これこれ、楽しい、ね、楽しかった本当に。何が覚えてる、何を覚えてる。ロクランチパック。あ、ロクランチパック。それ一番ステージ大変だったよね。うん、ちょっと近い、距離が短くて。あ、そう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 。うん、私ラインライブ。うん、ライブ、あ、ラインライブ面白かった。確かに、ね、新鮮な先輩が、うん、先輩があの先輩。ドンキもいたり、なんか大夫みたい、なんか大夫みたい、よかったね。みんなよかったね、お疲れ。よしよしよし、頑張れ。大夫大夫大夫みたい、大夫様、大夫様ね。かき氷をしてみる。みんなさ、これ一緒にね。抹茶のあるや、かわいい、うん、マンゴーだってね、マンゴーある、うん、あとチョコレート。おー、すんげー、やばいやばいやばい、うん、レディーゴー、レディーゴー。終わり。ほんとね、大きい感じ、大きい、かき氷屋さん、ありがとう。レモン、わー、きれい。マンゴーいる人、いや、チョコが…いや、ちょっと…ちょっとユンギョン食べたいよ。ちょっと…おいしそう。あ、4人、カラフル、カラフル、おいしそう。やばいな、ユンギョンばー。ユンギョン見て、ちょっと急に上がっ
れちゃった。線取れちゃった。違う。でも伸ばしちゃな。やばい。猫ソングイだ。うん。はい。美味しいよ。だどうマニプルンドって感じ？美味しい。もうまで。なくもつ？うん。肉もつ。美味しいですか？ごちそうさまでした。わあもう夜だね。わあ夜だ。もう夜だ。綺麗。黒い。やばい。ありがとう。暗い。あ暗い。暗い。今日一日どうだった？楽しかった。楽しかった本当に。本当に。お皿作って。浴衣も着て。あそうだ。浴衣も着て。本当に夏休みでしょ。夏休み本当に楽しい。本当ヒーリングでした。夏休みを日本で過ごして新しく。あそうそうそう。そう。それな。でも日本来たのはフィオレの活動のためだけど。フィオレ活動の感想。ついに日本のケチたちと直接会えて活動ができて嬉しかった。でも本当にね、私たち練習生の時から日本のケチのために日本語をたくさん勉強して、それをついに来て日本のケチと一緒に話することができるじゃん。うん、できたじゃん。それが本当に嬉しいです。本当にできるんだの感じか。うん、夢みたい。なんか日本のケチみんなたちが私たちを直接直接に当たるのがないんですけど、今当たったことがない。当たったことがないんですけど、ずっと私たち応援しているから、本当に感動しました。ありがとう。本当に。本当に。で、なんか、泣いちゃったケチを見ながら、本当にロケットパンチってことを会いたかったなって、なんか感じて、直接感じて、ああ来てよかったって、本当にそれな、来てよかった。そしてなんか新しい感情が感じて、感情を感じて、なんかやっぱりロケットパンチのこと頑張らないとダメな感じ、なんかもっともっと頑張って、もう外国のケチと韓国のケチも日本のケチみんななんかもっともっと一緒に幸せになるなりたいです。なりたい。私はあの私たちが本当に日本語勉強を頑張って、日本の皆さんの日本のファンたちと、もうスタッフさんとみんな、あ日本語上手も上手いと言ってくれて、そうだよね、本当になんか胸がいっぱいし、なんか優しいな、優しい、ずっと言ってるよね。本当に胸がいっぱい、いっぱかった。嬉しかった。もうすぐ結成3年、だけど。デビューからこれまで振り返ってみて、デビューぶっと千学系ぞ、たしおってんにゃ。パンダチとかあのスタッフさんとかみんなが見えないことで、見えないところで、一生懸命練習とかしたじゃん、成長しながら、それがもうパンダチを会って、いや、뭐라고그러지発展じゃなかったか、ボロボロか。無駄じゃなかった。無駄じゃなかった。と感じた。と感じた。ああ、なるほどね。本当に。ロケットパンチってやりたいことも多いし、もっと高く行きたいって、欲がいっぱいじゃん。ね。これをみんなは全部感じているし、なんかパンたちとかステップさんたちにもなんか。伝えるように頑張ってるのが見えるとき、なんか感動しちゃうというか。わかる。あ、みんな頑張ってるなーって。いや、なんか私はそのデビューの時は本当に何だろう、駆け抜ける感じ。すごい忙しいし、わからないし、ね、私もなんか2回目のデビューで韓国で、それが初めてのことだったから。超大変みたいな感じだったけど、なんかどんどんそのみんながさ、やっぱり上を目指す
に連れてカムバックするごとにプレッシャーが大きくなってるのを私はすごく感じて、でそれがなんか新しかったし大変だった。私も韓国でコロナでそので結構活動の範囲が狭まってたけど、その中で悔しいこともたくさんあったじゃん。で本当にチキターの活動ではこの日本の活動も目前にしてたけど、本当にすごい大きなプレッシャーだったっていうか超大変だったじゃん。でもなんか私はそういうそれでヨニと泣いたこともあったし、なんかそれがあったから今メンバーたちとなんかこの日本で笑ってるのがすごい幸せだし、なんか自分たちはまだまだかもしれないけど本当アジ、まだまだやらないといけないこともたくさんあるし、だけどみんなが健康だったり笑ってたりするのが幸せだし、なんかそれで満足じゃなくて、もっと頑張ろうって思う。なんか幸せとかだけの思い出じゃないじゃん、大変なことがたくさんあったから。だから全部無駄じゃなかったって本当にヨニが思ってたように私も思うし、なんかみんななんかどこに行ってももう折り返しかで、成長してもしてもみんななんか満足できない人たちじゃん私たち。確かに多分ね。だからどんな大変ことがあっても多分それをあってもっと機会を作って成長するのができるチームと思う、私たち。ヨニはリーダーとして各メンバーのことをどう思ってるか。成長したなと思うとこだって。メンバーたち。一人ずつ。一人ずつ。オッケーオッケー。初めて。ね。じゃない？スイッコ。スイッコは。え？本当にデビュー。名前。名前スイッコ。私たちのスイッコです。え？本当に。はい、若かったじゃん、そう赤ちゃんだったね。本当に赤ちゃんみたいな感じでなんか私たちより、私たちも若かったけど私たちよりその時にはあの経験、経験ももっと少なって、もう本当に何も知らない、でも頑張ろう、夢をために 夢をために頑張りますの感じがすごくあったよ、その時に。今は本当に偉い、もう偉いのか、本当にもうみんなママになったみたいな。もう本当にお母さんいっぱいね。お母さんいっぱいは複雑。今はね、お姉ちゃんいっぱい。お姉ちゃんいっぱい。今はね、本当にダイオンはあの自分が誰かを分かる、分かるように、なんかその道を歩いてる、歩いてる感じが、なんか説明がちょっと難しいよね。分かる、でも分かっているでしょ。分かるでしょ、うん、そんな感じがあって、もう本当に偉いです。頑張ります。そしてあのソイちゃんは、ソイちゃんもだね、ソイちゃんも本当に練習生の時から見たんですけど、ソイちゃんは本当に偉いです。ソイちゃんは本当に実力も上手くなったし、初めて見た時からずっと頑張って、そのソイちゃんは初めて見た時にはレップじゃなかったよね、でも本当に頑張ってして、レップとか自分の魅力を見せることができる人になって、本当にもうかっこいい、本当にかっこいい、かっこいいです。スイちゃんあのユンギョンも本当に、ユンギョンはね弱い人だったし本当に心が弱い人だったし、でも大人になってもっとなんか強い人になった気がする。ユンギョン一人で、自分で一人で育てられる力だから、本当にそれを考えて、大変な時にもそれを考えて私はできると思ったら嬉しい、いいと思う、それを思ったら思ってください、
思ってください。これからも。はい。シューンはね、ね、あのシューンは本当にジリちゃんが切る前までは、うん。2番目のお姉ちゃん、うん、2番目のお姉ちゃんだったじゃん。だから本当に私と一緒になんか私も、うん、頑張って頑張ってしてなんか努力一緒になんか 話すことも多かったし、うんうん、いっぱいしたね、なんか頑張ってしたなんか思い出がたくさんあるので、うんうんうん、木みたいな感じがイメージです、そのチームの中で。一応なんか、まあ、頼りがいがあるってことでしょ、うんうん、ありがとう。いつもこうやってなんかやっぱりロケットパンチの自信だからね。ジュリちゃんは、うん、初めて会った時には本当にジュリも韓国語できなくて、うん、私たちもできなかった、あの日本語できなかったじゃん、うん、ジュリは本当に頑張ってして努力して今のジュリがジュリになったからかっこいいと思う、本当にすごいと思う、うん、本当にそれのなんか努力のイメージがありますのであったので、うんうん、あるんですけど、それが私たちのチームの中で一番なんか頑張ろうの感じを読み上げ買ったかもしれない、影響になってる人です、うん、本当に、うん、一番のお姉ちゃんって本当に大変だったと思うんだけど、うん、ジェリちゃんは日本で一人で来たじゃん、韓国で、うん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 、それがどうだった？なんか大変とかなんか、いや大変なことあったけど、なんか大変なことだけだったり辛いっていう感情だけだったら多分私は今いないから、そうそう、ここには、ね、だから私はそれ以上の感情を受けてたし、みんなからエネルギーをもらってたから私は多分ここに笑ってみんなと一緒にいるんだと思う、うんうん、なんか私は辛いことだけだったら多分無理だからできないから、ね、そうできないんだけど、でもなんで自分が入れるかってそれ以上の感情とか自分が学ぶこととかがその環境にあるしみんなにあるから、うん、だからね、なんか話しながらか思ったんだけど、うん、なんか思い出す、うん、たんだけど話したんだけど、その時覚えている、なんか最初のレコーディングするときに、うん、その小さい部屋でみんなでちょっと大変とかあったよね、覚えてる、はい、あ、そう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 、それが突然考えました、ね、考えてましたね、超ちっちゃい部屋だよね、そう超ちっちゃい部屋だよね、一緒で体育座りして、そう本当に大変だった、練習もしたし、ね、ダヒョンは末っ子としてみんなに言いたいこと、おー、末子ちゃんがあったら、今日は特別なそういう時間だから、うん、確かに、ジュリちゃんから、うん、ジュリ언니한테는 진짜 약간 많은 감정을 느끼게 해주는 사람이에요, 언니는. 처음에는 진짜 제가 너무 어렸으니까 옛날에는 표현도 진짜 안 하고 뭔가 낯도 가리고 이러니까 다가가는 걸 되게 어려워했는데 이제 언니가 진짜 많이 노력을 해줬거든요. 그냥 언니한테 말을 안 해주긴 했는데 이거를 진짜 많이 느끼고 있었고 언니가 노력해주고 있다는 걸, 그리고 감동이요. 그리고 되게 맏언니인데 저는 막내고 그런데도 진짜 친구처럼 해주잖아요, 언니. 거리감 없이. 약간, 네. 저는 이런 언니를 본 적이 없어요, 진짜. 살면서. 이렇게 나이 차이가 그래도 있는데 먼저 이렇게 맞춰주는 언니라서 정말 약간 이런 언니랑 같은 팀이어서 다행이다라고 많이 지금도 생각하고 진짜? 있고 되게 도움을 많이 줬었어요, 정말. 약간 활동 그냥 팀 이런 것도 있지만 그냥 사람으로서 그냥 인생에 대한 약간 사람으로서 배운 게 많고 항상 뭐 미안한 것도 있었고 고마웠다고 항상 말을 하고 싶었어요. 눈을 못 보는데요. 그러니까. 예시. 연희 언니는
되게최근에저랑되게잘맞는다고생각하거든요 뭔가그쵸 、응、 요즘되게둘이같이붙어있고어제도언니들언니랑둘이서만뭐시부야갔다오거나 되게잘맞는언니예요처음연습생때는언니랑어떻게 친해질수있을까어떻게잘 맞을수있을까걱정을했었는데언니도진짜진심으로약간도와주는진짜저를생각해주는게너무느껴져서와이런아무리일을하는팀이어도이렇게진짜가족처럼진심으로챙겨주고생각해주는게약간신기하다고해야되나그런게배우고싶었고그냥고마웠고그리고리더잖아요리더로서솔직히언니가말을안하지만부담이진짜많고할일도많잖아요리더가더그랬을텐데그냥티안내고계속잘 책임감있게해주고있는것같아서고맙게생각하고있습니다감사합니다제아트를보지않아요 부끄러워서그래요몰랐어요 아니아니요 그리고수연언니는언니가솔직히제가봤을때는가장약간부담이많을것같다는생각을해요항상언니가워낙다재다능하니까뭔가실력도언니가많고그런데이제무대나이런부분에서도부담이있을것같은데그래도저한테도많이알려주고그냥착해요언니는 진짜약간진짜언니같은느낌이랄까 그냥진짜많은부분실력적인부분에서나성격이나뭔가제가본받고싶은점이정말많은언니입니다그래서앞으로도계속오랫동안함께하고싶은언니입니다알겠습니다 윤경언니는요 윤경언니한테뭔가이런솔직한마음을가장약간얘기를안했던것같은데뭔가뭐항상장난만치고그랬는데언니는정말어떻게이런뭐라지보살 어떻게이렇게착한사람이있을수가있나싶을정도언니가화를내거나뭔가불만을가진걸본적이없어요저는진짜연습생때부터너무가장친절하게챙겨준언니고뭔가항상솔선수범하잖아요언니가뭐이렇게말하지않아도먼저도와주고이렇게먼저하는언니라서그런게정말대단하다고생각하고언니연희언니가아까말했던것처럼그냥멘탈이정말스스로강해졌다할까 스스로강해졌어요 진짜스스로약간어느순간해낸어른이된느낌이라서제가동생이긴하지만그렇게느껴졌고 되게멋있다고생각해요정말항상열심히하는언니라서그렇습니다언니랑같이있으면저도열심히하게되는그런열정가득언니입니다그래서고맙다고항상말하고싶었어요고마워요마지막으로소희언니는사실제가가장언니한테의지를많이하고있어요사실언니도저랑비슷한점이많다고생각하고얘기가잘통하니까뭐공감대도많고이래서제이야기를언니한테가장많이했던것같은데그럴때마다공감도이해도계속잘해주고그냥공감을진짜잘해준다고해야되나얘기를잘들어주고그래서많이
힘을 얻었던 것 같아요. 언니한테 약간 언니도 칭찬을 진짜 많이 해주거든요. 제가 전에는 자신감도 진짜 없었고 그냥 자신감 2급 바닥이었거든요. 정말 연습생 때는. 근데 언니가 너 진짜 잘하고 너무 잘하고 있고 예쁘고 칭찬을 진짜 계속 해주니까 덕분에 자신감을 많이 얻었다? 그래서 지금의 제가 있지 않았나 싶습니다. 앞으로도 잘 부탁해요. 아이고 아이고. 예라이 예라이. 막내. 사실 소희도 막내인데 거의. 맞아요. 소희한테 막내가. 많이. 예라이 예라이. 다현이랑 소희랑. 자, 어른스러워. ロケットパンチとしてこれからの目標 どんなグループになっていきたいか? みんな 話そう. 오케이. 나 있어요. 아, 소희. 한국어でもいいよ. 뭔가 목표를 세우고 꿈이라고 하고 싶지 않은 게 뭔가 우리가 이만큼 성장했으면 그만큼 더 성장하고 싶고 그런 멋진 팀이 됐으면 좋겠는 마음. 항상 그 이상을 없는. 꿈꾸는 한계가 없는 그런 팀이 되고 싶습니다. 私もあるよ. 나는 물론 더 엄청 유명해지고 되게 인기 많은 그룹도 좋은데 그냥 멤버 모두가 지치지 않고 쭉 함께하는 그룹이 됐으면 좋겠어요. 뭔가 무대 위에서 우리가 행복하게 즐겁게 무대를 즐겨야 뭐 우리 캐치도 그렇고 다른 K-POP 팬분들도 아니면 모든 대중분들이 우리를 봤을 때 더 즐거워지지 않을까? 라는 생각을 항상 하고 있기 때문에 우리 멤버 모두 지금도 되게 즐겁게 하고 있지만 더 행복해졌으면 좋겠어요, 우리 멤버들 다. 그런 그룹이 됐으면 좋겠습니다. 저는 이제 우리 멤버들이 진짜 욕심이 많잖아요. 아까도 계속 얘기했지만 욕심이 진짜 많은데 그러니까 앞으로도 절대 이 욕심이랑 내가 생각하는 그 리미트? 뭐 욕심? 이게 절대 없어지지 않았으면 좋겠어. 계속 불타오르고 열정적이고 이 무대 하나를 위해서 열정적으로 움직이는 모습이 정말 멋지기 때문에 이런 모습을 잃지 않고 활동하는 그래서 로켓펀치의 활동이 절대 후회로 남지 않게 나중에 돌아봤을 때 진짜 멋진 그룹이었다라고 남고 싶어 난 활동을 하다 보면 이제 좀 체력적으로나 뭐 정신적으로나 지칠 때가 있잖아요 분명 그럴 때도 그냥 멤버 팀이니까 팀 멤버도 많으니까 멤버들끼리 옆에서 계속 뭔가 지금처럼 힘낼 수 있게 약간 의지하면서 좀 긍정적으로 희망 가지면서 계속 힘낼 수 있었으면 좋겠어요 그게 저희의 약간 장점이라고 생각하거든요. 서로 이렇게 힘을 내줄 수 있게 하는 게. 그래서 앞으로도 계속 이렇게 힘낼 수 있으면 좋겠어요. 저는 로켓펀치가 딱 저는 목표라기보다 네, 팀으로서 이루고 싶은 목표가 가장 큰 목표 하나 있어요. 많은 분들에게 그리고 이 영상을 보시고 있는 분들 그리고 그냥 많은 분들의 목표가 또 다른 목표가 되었으면 좋겠습니다. 저희 그룹이 또 다른 목표가 되고 많은 아이돌 지망생 분들의 별이 되는 그런 존재가 되었으면 좋겠습니다. 탁상 민나가 있다 것도 뭐 교감다시 오나지 것도 思うしけど みんなが自分を絶対に信じてること、とみんなが、メンバーを信じてること、そんなグループが自分たちがそういうグループでいたい。なんか私たちは会う人、目の前の人たちを絶対幸せにできるエナジーがあると思うんだけど、なんか私たちもさ、悔しいこととか大変なことがたくさんあるじゃん。ある。だけど、いろんなことを言われたりね、あるけど、 やっぱり自分たちを信じてるし、メンバーを信じてるし、だから負けないグループ。なんか
自分たちを信じる力が強いときっとどんなことがあっても多分後悔はしないと思うからこれから。だから自信がない時間がないように努力をするし、そのためにはたくさんもっといろいろ大変なこととかあると思うけど、自分たちを信じて仲間を信じていればロケットパンチの良さは必ず届けたい人に届くと思うから、これからもそのスタンスを変えないでやっていきたい、うん、はい。気づいてこの香りにもっと遠くで立てないで、 Hey! 見つめてその瞳でもっと欲しいのは一つ。君は意地悪だね、駆け引きはダメ、ちゃんと聞かせて。こうじゃきっと満たしきれないよ。 Say it, say it, そうでしょ。どうしてだろう、今夜もまたつぼみが開いてくように、甘くて切ない魔法がかかるの。私たちのめっちゃ大切な思い出が本当に嬉しかった。皆さんありがとうございました。スタッフさんの皆さんありがとうございます。もっともっと みんなが話したように、これから目標も夢も、いや果てしなくね、目標とか夢じゃなく果てしなく成長し続けて、悔いない活動をしていきたいし、もちろん関わってくださる全ての人にを幸せにしたい、私たちのエネルギーで、だからこれからも頑張ろう。頑張ります。頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。今日七夕だったから。これからもファイティー。ファイティー。それしよう。ファイト。ファイト。ヒット。ロケパンチ。